19番。ではこれからセロリングの閉会式を行いたいと思います。では中川先生にお祈りの方を頂戴いたします。それでは一言祈ります。恵みの主なる神様、この清らかな時をあなたに感謝します。なんか全ての人の心に愛と平和を思うその心を与えてください。そして誰と接するときも優しさと温かさを持って人と向き合う私たちとしてくださいますように。今日の私たちの歌声があなたの御前で覚えられ、そして御子の訪れを共に待つその一しるべとして私たちの奉仕をあなたの道具を確認してください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御前によってお願いいたします。中川先生ありがとうございました。それでは、本日のキャロリングはこれをもって終了させていただきたいと思います。本日は皆様ご参加いただき本当にありがとうございました。この後コペル会館前の方で世界のキッチンというプロジェクトは、無料のスープを、用意しておりますので、皆様、キャンドルを、インにお渡しした後にぜひそちらの方に、向かっていただければと思います。それではこれで